ちょっと頭からピョンって飛んでやりましたけども、後で絶対歌いたいと思います。はい、なので、一発目でちょっとまだね、体とかがほぐれてなかったり、みんな、踊り子さんたちも見てくださる方が応援してくれるおかげで、私たち踊り子さんたちもテンションが上がっていくので、1回目なのでぜひ一緒に盛り上がっていただけたらと思います。ご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、毎年申し上げておりますけれども、草加の街がこれからもますますこういう風にお客さんたち、おいしいものたくさんあります。草加にはそれをお店に入った時にこう言えるようにという願いを込めて、なりあい節を踊らせていただきます。それでは参りましょう。